ヘイトスフィアはデンマーク出身のデスラッシュバンド。1992年の結成当初はコター・イズドという名前で結成され、その後ネクローシスというバンド名を経て2000年に現バンド名に改名。1992年にデンマーク第二の都市オーフスで高校生三人組でカーテライズド・コター・イズドという名前で結成。結成当時のメンバーはクラウス・ニルセン。 フランツディン、イエスパー・モエス・ゴールである。結成してから間もなく、バンド名をネクロシス、ネクロシスに変更。バンド名変更後、ギタリストのピーター・リーゼ・ハンセンが加入。さらにアン・モエス・ゴールが加入して、フランツディンはベース専任となった。1995年に、ファーストでもカンデマド・フューチャーをリリース。リリース後、クラウス・ニルセンが脱退し、 ヤコブ・ブレダールが加入する。1997年にセカンドデモ、ディスコネクティッドをリリース。続く1998年には、サードデモ、スプリング98プロモをリリース。リリース後、フランツ・ディーンが脱退し、ミカエル・アーラート・ハンセンが加入。これらのデモで、音楽プロデューサーでもあるヤコブ・ハンセンが興味を持ち、ヤコブ・ハンセンのレーベルシリアスエンターテイメントの コンピレーションアルバムに参加した。参加した後、ヤン・モエス・ゴールが脱退し、ジギーが加入。シリアス・エンターテイメントとのディールが持ちかけられ、2000年にバンド名をヘイトスフェアに変更。ファーストアルバム制作に取り掛かるが、スタジオ閉鎖などの煽りを受け、アルバムが出せない状況に陥る。その後、イタリアのスカーレットレコードと契約し、ファーストアルバム。 ヘイトスフィアをリリースしデビューする。日本でもサウンドホリックからリリースされ、以降、サウンドホリックが日本版リリースを担う。リリースの同時期に、イエスパー・ボエス・ゴールが脱退。モルテンとフト・ハンセンが加入して活動を続ける。この交代で、早くもカーテライズドのオリジナルメンバーは全員脱退した。2002年にセカンドアルバム、ブラドレッドヘイトレッドをリリース。 リリース後、ジギーが脱退。ヘンリク・バストラップ・ハンセンが加入。その翌年には、モルテント・オフト・ハンセンが脱退し、アンダース・ギルデンウォールが加入。2004年にサードアルバム、バレー・オブ・ザ・ブルートをリリース。リリース後、スカーレット・レコードを離脱。SPV のサブレーベル、スティーム・ハマー・レコードに移籍。ドイツ・ベルリン公演2005年に EP、ザ・キリング・ EP、 ホースアルバムザシックネスウィズイン2007年にフィフスアルバムサーペントスマイルズキラー・アイズをリリース。フィフスアルバムは日本ではハウリング・ブル・エンターテイメントからリリースされた。リリース後スティーム・ハマーレコードを離脱。またヤコブ・ブレダール、ヘンリク・バストラップ・ハンセン、ミカエル・アーラート、ハンセン、アンダース・ギルデンウォールの4名が脱退。そしてヨナタのアルブレクトセン。 ヤコブ・ニー・ホルム、ミクセン・リンドベリ、デニス・ブールが加入。オーストリアのナパームレコードに移籍した。2009年にシックススアルバム、ツー・ザ・ナインズをリリース。同アルバムでは再び、サウンド・ホリックが日本版リリースを行っている。リリース後、同年にデニス・ブールが脱退し、マイク・パーク・ニルセンが加入。2010年には、ヨナタのアルブレクトセンが脱退し、 エスベン・ハンセンが加入。2011年にミクセン・リンドベリーが脱退し、ジミー・ネデル・ゴールが加入し、セブンスアルバムザグレート・ブラジェニングをリリースした。同アルバムの日本版はリリースされなかった。2013年にまさかレコードに移籍同年にエースアルバムマーダーラストをリリース。2015年ナインスアルバムニューヘルをリリース。2016年に ヤコブ・ニー・ホルムが脱退し、カスパー・アキル・ケ・ゴールが加入した。2018年、テンスアルバム、リデュースト・ツー・フレッシュをリリース。同アルバムは2009年の6スアルバム、ツー・ザ・ナインズ以来9年ぶりに日本版がアバロン・レイベルからリリースされた。2020年4月に、ボーカリストのエス・ベン・ハンセンが脱退した。脱退発表の時点では、ハンセンの公認は未定ながら、 ライブセッションとして、カロやブラッドイーグルで活動するミカエル・オルソンが参加することも発表された。2020年11月時点 S 弁セ戦2014年。ありがとうございます。